最終試合、最高風より OFE 日本フェザー級タイトルマッチ両選手リングに入場です。はじめに青コーナーより田村淳二選手入場です。
ラウンドワン。花火の試合、レフェリー・ハッチョンがカウント中に試合をストップしたまでは、ザ・オヤジファイトタイトル戦、新記録です。1ラウンド19秒、ノックアウトとなりまして、OFB 日本フェザー級チャンピオン、赤コーナー、林哲太郎。はい、繰り返しになりました。メロンとお茶、渋谷橋の観光協会様、商売協会様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、OFB のホテルもすごいでした。新記録ですけど、19秒は最初に言いますよ。それ以外では、実はですね、8秒っていうのがあるんですけど、私の過去のタイトルマッチで19秒は新記録。いいストレートの後、一気に連打でした。今日の試合の感想をとりあえず最初に、相手から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。あと、会場はじめ、ジムのみんながサポートしてくれたので、勝つことができました。ありがとうございます。はい、先ほどね、R3のオッケイさん、中部地区のフェザー級のベルト、仲間のために返事をして、見事、僕たちもあそこで座ってますけど、彼にも質問を。細田君があんなインタビューしたんで、絶対負けないし、これでね、僕の中からいかかったので、僕のあれだったので、とりあえず、かけてくださいです。おめでとうございます。はい、花束が、一言になってきましたか。おめでとうございます。はい、では会場の皆様に最後に一言お願いします。はい、愛知県の花田市の三橋国籍中です。普段ベルト4、ちょっとチャンプもいっぱいありますので、かなり強い準備ですので、ぜひスパーリングとか、来ていただけたら一緒に練習したいと思いますので、お願いします。あと今日、この時間最後まで、僕の試合に来てくださった皆様、本当にありがとうございました。またどこか知らないことがあったら、実はですね、先ほどの話になりますが、コロナのこともあって、最近名古屋での大会が減っていたんですが、